さあやっていきますかね。もしも清宮がスタメンで4番でそれを張り続けたらシリーズのパート29でございますと、パートっつうかシャープかもしれない。ずいぶんね、キョンカイって言いそうになった。ずいぶん間が空いちゃってまして、1ヶ月ぐらい、1ヶ月近く、もう少しで1ヶ月ぐらい、それぐらい間が空いてしまった。原稿がね漫画を、部の方の漫画を書かなくちゃいけないなって思って、それをやりもしてないのに実機は取れんじゃろとかと思ってたり、全然動画が上げられない。あともう一つで優勝だっつうのにさ、あともう一試合二試合で優勝だっつってんのにさ、それなのにここでお待たせするというね、いやーひどいことをしてますね。鬼畜の所業。いいなぁ、金子誠いいな、金子誠いいなぁ。体力練習させとくか、せっかくだから。せっかくって何。2割8分5厘20本81で1打点でございますよ。これはもう、これ100打点とか言ったらもうすごいよね。1年目から100打点とか、そんな高卒ルーキーはいませんわって気がするけどね。まあ、これで見て。岩本休ませてんのか。久しぶりにあげるな。ほんと久しぶりにあげるな。感覚がつかめてないんじゃないか、実況のね。まあ、今回は優勝2週間分、1週間分か、前半後半2週間分、もう時間がもう10月入ってますもんね。動画的にはね、動画のリアル的には10月入ってるのに、こっちの野球つくないでは9月で、ここに来てすごいスローダウンしちゃって、なんか噛み合わないみたいになっちゃったやつね。なんで俺コーダの練習してんだろう。どちらかというとコーダよりも長打上げた方が清宮らしくなるんじゃないですかね。ねえ、ちょっと打率を意識してしまったんだな。いやー、すげえずれたな、申し訳ない。やっぱコンスタントに上げにいけんやな、動画な。コンスタントに上げにいけん、ね、優勝のために引っ張りすぎた。優勝したらもうなんかね、見るもんがあれになっちゃうじゃんみたいな。あれって何？見るもんがあれになっちゃうじゃんみたいな、そういう、ちょっとカサカサ言ってますね。あ、よくなった？いや、違う、今関行きます。一番新庄、調子が悪いな。でもしょうがないか。一つ。イエーイ、勝ってしまいました。これでマジックが残りあと4。優勝決定戦をもう実況するよ、それは。それは実況していくよ。もちろんそれは実況していく。関根あたりでこれもう一つ勝ちを拾う。勝っちゃうし。強いな。強いな。ここに来てどうした？どんどん好調だな。小笠原の一本。新庄の一打点。田中の冒頭進塁で野口の一点。悪くない。9点取った試合はどうでしょう。新庄が1本打ってますね。新庄の1本、坪井の1本、そして金子のホームラン、おばんどうのホームラン、稲葉のホームラン。派手か、このシーン。待てよ、これ勝ったら終わるんじゃないか。3ゲームか、まだ終わんないな。まあ、ガンちゃんだな。まあ、ガンちゃん。勝っちゃうもんな。お、マジック1で。いよいよマジック1でっていう、そういうあれが。そういうあれですな、これは。あと少し。あと少しで優勝。すべてがうまくいっているときと、社長としては気をつけることね。何を。社長はただ腕を組んでおけばいいんじゃないか。社長は特に気をつけることは何もない。強いなぁ。ここに来て自力がすごいすごい。新庄の隅一で始まって最後に坪井が1点加えて。この間、清宮はどうなってんだ？この間、清宮は打率が下がってますね。脇を固める役者がしっかりしてるもの、うちのチームは。もう、1億円の大金をゲットしてしまった。3連戦で。てってれれ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 れって、127試合。
強いですね。おバンド116打点がこれがすごい。そして岩本の勝利数2桁、20勝下が15だからね。この投げさせられっぷり、ガンちゃんがなんかこのナロー主人公ばりにガンちゃんが勝ちまくってるこの世界戦よ。かつてこれほどガンちゃんがこうこの動画を誰か岩本に教えてあげてくださいこの世界戦ではガンちゃんがスーパーエースとして20勝しますっていう、多分本人喜ぶと、ちょっと売り上げ、これを見たかったわけじゃない、あの天然芝の芝生を直そうと思ったんだ。耐久が 30%、 30試合よりも下がっていたから、ちょっとまあ何も考えずに実況しておくといかんね。こんなにガンちゃんが勝つゲームってあるか。こんなにガンちゃんが勝つゲームってあるか。20勝だぞ。20歳って言ってたな。最多勝っていうか、その沢村賞が狙えるレベルだよ。そんなピッチャーじゃないでしょ、ガンちゃんはって思うんだけど、違うんだな。この焼きつくでは。落ちる変化球がね、しょぼいフォークしかないから、ガンちゃんってあんま勝てないようになってるはずなんだけどね。まあ、防御率 3.74 は、実体 3.74 なんだけど。うん。休ますか。次の試合、ガンちゃんで勝って、有終の美を飾ろう。それがせめてもの、この動画に対する、この動画シリーズに対する、俺の回答だな。やっぱ長打だな。やっぱ長打ですわ。やっぱ長打。なんか練習の育成方針が右往左往してるけど。あれでも打率上がったんか。さっき2割8分って言ってたもんね。2割8分3厘に上がったのか。新庄もね、長打鍛えたいけど、肩がもうマックスだからね、これ以上肩鍛え、肩、筋トレすると肩と長打が伸びるんだけど、肩がもうすでにマックスだから、長打の練習、筋トレするとね、ちょっと長打練習、長打だけは欲しいのに、肩も伸びちゃうという、ちょっと中途半端な感じになってしまうんですね。あれ、おバンドの長打が A になっている。凄まじいな。これで年俸3000万円だからね。凄まじい。石本は A にできんかったね。金子が体力 A。体力 B じゃない、体力 B って言ったら訳のわからんこと言う。訳のわからんこと言う。実はこれ、森本とかも使っていくと割といい感じになると思うけどね。こうだと長打はひどいんだけど、選球権は B だから、まあまあいくと思う。で、まだ19歳でしょ。ちゃんとこれ10年ぐらい育てたら、ここも多分守備は A になるから、守備 A、 走力 A、 選球眼 B ぐらい、ね、打率はそんなことないけど、まあいぶし銀のいい感じの選手になると思う。いやー、このチームで優勝か、すごいな。投手力、投手かな。いやー、まあ豊田の獲得、そしてまあこれが、この分が、門がいることによって勝ってるってわけじゃないな、うちのチームは。トヨタの10勝、まあ、ガンちゃんか。一人で12も貯金作ってるもんな。まあ、責任はもちろんいいんだけど。まあ、ミラバルが調子良かったってのもあるかな。立山じゃないな。誰でこんなに、桜井が良かった。ちょっと後で優勝したら、優勝っていうかシーズン終わったらどんな感じのチームだったのかというのを改めてこうデータを見ながらね、うだうだやりますか。野球ってのはもう数字のスポーツだからね。数字を後で見てニヤニヤ。お、最後の優勝決定戦は2位のこの近鉄との一騎打ち。これ勝っていきましょう。オーナー賞かけたいけど、オーナー賞だとかけない。裸一貫で突撃を。何もいじるとこないな。完璧なオーダーだ。あ、でも金子、田中健介やこうか。いや、そっか、そうだね。そうだな。見てくれ、これ、どう考えても、奈良原の方が右コーダーも高いし、なんなら左コーダーも、
もしかしたら田中健介より上なんだけど、でこうやって数字見ても、まあ、バントも奈良原の方が上だし、チャンスも奈良原の方が上なんだけど、こうして見ると成績だけ見ると2割7分5厘でこっち2割1分8厘ね。まあ試合数が少ないのかもしれんけど、こういうなんか焼き付くのよくわからない実際に試合出てみると違う感じになっちゃうっていうのが、まあ、面白いよね。多分現実もそうなんだろうね。こっちの選手の方があの飛ばす力もあるとか足も速いとか肩も強いとかあっても、実際数字として現れるのは実はちょっと違うみたいなね。そしてこうしてまあ田中健介が奈良原を、おこれは大阪ドームですね。え、大阪ドームになってる、京セラドームか。田畑、的山、吉岡、水口、片岡、武藤、ロース、大村、平下ですね顔見ただけでわかる、顔見ただけでどんだけ焼き付き合ったんだ。まあ、ミノムシみたいなやつは失敗したら書くよな、失敗したらこう文字書いて失敗したらこのミノムシにするよな。しないか、最近はしないか、最近は失敗したらだな、あの修正液でじゃじゃじゃって。すごい天才か天才がおる。例えば天才といえばこのね、坪井とる新人を争った高橋由伸監督が3年目にして、監督3年目にして解雇されてましたね。解雇で交代になってましたから、交代だったかな、交代になったのかな。あの年の有新人王って坪井でもなくて高橋由伸でもなくて誰かなんだよな、誰だっけ。これ焼きつくなる見たらわかるかな、焼きつくの本見たらわかるかな。山本の立ち上がりをご覧ください。ちょっとこっちはあの年の新人王って誰だったのかなってのを見ようと。山口とかか、違うか。ナイスピッチ、ナイスピッチ、新人王な、すごい。この野球付け的にはもうすごい、入団してから2年ぐらい経ってんのかな。誰だったんだろう、スマホで調べるか、スマホで調べます。うわ、速い。ホームラン、足速い。新人王。まあ。優勝決定の試合をじっくりと楽しんでいこうじゃないか。川上健進か、もしかして。1998年のセ・リーグ新人王争いってやつだ。おお、1998年は川上健進が14勝6敗、うおすげえ。高橋由伸が126試合で3割19本75打点。風が語りかけます、風が結構強い、台風の前なんでね。で小林寛永がおお、9勝6敗18セーブ、防御率 2.87。 で、坪井が、おお、すごっ、坪井123試合にて打率3割2分7厘で、これで川上健進が新人王か。へー、中日1位の川上健進、巨人1位の高橋由伸、広島4位の小林寛永と阪神4位の坪井が争っても、すごいね、新人の年にさ、坪井って3割2分7人打ってたんだね。これは神、これは神でしょ新人の年っていうか、ルーキーイヤーなのかどうかは分からんよ、ね、それは分からん、それは分からん。さあ、ちょっと飛ばしていきましょう。
で清宮のね、あのまあシーズン、まあ、途中ですけども清宮の成績を見てみたら今ちょっと打率2割だからね、坪井が3割2分7厘、高橋由伸が新人で、新人の年で、新人ルーキーやでいいんかな、入った入団1年目かどうかは分からないけど、まあ、その新人を争いした年にさ、打率3割だよ、3割とか3割2分7厘とか、そういう風な世界だよな。まあ、高卒ルーキーと大卒ルーキーは違うかもしれんけど、それでもだ、それでも3割のバッターの新人っていうのと、打たれた、的山に打たれたかと、まああのね、まあ、高卒ルーキーとはいえ清宮打率2割ではな、ねえ2割ではちょっと威張れんよね、ちょっと威張れない、失礼してくれ、わさらわさらてん、おほんまに出塁したよ。まあ3割超えるってのはすごいことだな。うん。3割超えるってのは。昨今の野球では。危なかったぞ、今。あの、清宮って今年の、この、今シーズン、180打席もらってるんですよ。アウトか。あ、惜しいな。180打席。まあまあ。まあまあもらってるな。結構もらってるな。上から数えたら、まあ、11か12番目ぐらい。日ハムの野手陣の中でね、打席数もらってて。まあ、やっぱりその辺は、あの、ひいきで使われてんだろうなっていう気は、若干するわ。若干する。打率2割のバッターに、まあ、7本ホームラン打ってるけど、まあ、180打席与えたのを、果たして、正しかったかどうかは、まあ、まあ、3位っていう結果からすると、どうだろうかと思うけど、まあ集客のメインとか、あとまあ上と下との開きとは考えたら、多少清宮が出なかったところで大きく順位が変動するってことは、あが上に行くってことは多分なさそうな気がするんだけど、ね、清宮以上に打席もらってて、清宮よりも、ね、成績の悪いバッターも日ハムにはいるから、まあ言うほど使ったのがそんなに悪かったということもないんだけど、ホームラン打率もうちょっと打ってほしかったな。打率2割はちょっと ねホームラン2桁も打ってほしいけど、2桁ぐらい打ってほしいけど、打率2割はちょっといただけないな。2割5分ぐらいは欲しい。打ってなくても2割5分ぐらい。まあそれでもね、中田翔さんとかもまあ我慢して使われてたからね、去年、昨シーズンね。そういうのを考えたら、まあまあ、2割と2割4分がそんなに違うかみたいな話になってる。2割4分打ったっけ、去年中田。中田か。勝てるか、この試合、本当に。勝てんかったらどうしよう。その2に続くする。いや、意地でも勝つ。意地でも勝つ。絶対に勝つっていうものを見たいじゃないか。最後ぐらい熱い試合を見たいんだよ。怖いぞ、この辺りそろそろ危ないぞ。岩本の勝ちはかかっとるかもしれんけど、この辺りそろそろ危ないぞ。よし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 よか、打たせて取れ。ねじ伏せようなどということは考えなくていい。これは外れました。よしよしよし。よしよしよし。これ30分コースだな。30分コースの動画になっちゃう。おいしないすだ。ピッチャーフライ。さあ、打率の高い坪井が打席に入りまして。そして清宮を迎える。しかし田畑防御率いいな、 2.8 だな。打率は良くないか。すごい3割打ってほしいな。これはフライでしょう。なあ、長打狙い。清宮に全てをかける。来シーズンの清宮どんな成績残すかね。
せめて2桁、少なくとも2桁だな。あと守備をなんとかしてもらわないと。でも清宮がファーストで出るぐらいだったらやっぱ中田翔だろうから DH になるか。勝てんぞこれは。おばんざ好きに打ってくれ。好きに打った結果、もうちょっと今のはシングルヒット。この近鉄戦で三塁へのセーフティーバントはありえないね。いや無理か。左右右、このまま行くべきか。ガンちゃんこのまま行きます。いや男気のピッチングを見せてますね。ガンちゃんが男気のピッチングを。よし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 、野口に代走を出すか、野口に代打を出すか。出しますね、これは。チャンス B、奈良原。ここで代打、奈良原。バントか？ここでバントの、バントした方がいいか。迷うな、バントした方がいいかどうか。でもチャンスは強い。よっ、くっ、おい、まあいいでしょう。実質バント、今のは右打ちを意識して。ありえねえよそれは。ちょっと救いずはねえって。スクイズの指示は俺が出すから、俺が出すから。大島さんがちょっと暴走しましたね今。スクイズの指示は俺が出すよ。ちょっと一瞬頭よぎったけど、それでもスクイズするなら、だったらダイソー石も出してたわ。失敗したな。さあワンチャン、たとえこれ新庄が倒れたとしても小笠原から次の回。左、もう変えます。ガンちゃんに勝ちつけたかったけど、最後ぐらい左だからね。左だからね。原田か石井博俊か。石井博俊でしょうね。ピンチ D だけど球をはね、ベシッ。勝ちたいんや。優勝が見たい。優勝シーンが見たい。ここで優勝しなかったら次に続くってなっちゃうから、パート2ってなっちゃうから、動画ここまでっていう感じになっちゃう。ここまでっていう。週で終われない。その週で終われなくなっちゃう。動画撮ってる途中でこうね、カットっていう感じで、ここまでってすぐ知れなくなっちゃうからね。なんとか勝ちだけど、この1点多いな。でも、ここで勝てんようなチームがだ。ここで勝てんようなチームが、パリーグ代表と日本して日本シーズン出ていいのかという。ちょっと待て。ちょっと待って、今一瞬。キャッチャー奈良原のままだった。だったら代走じゃない。守備固めで。でも田中源介のところにピンセントというのは打順がちょっとあれだから、あれだな、ダメだな。これ石井博俊いいですね。なんとなく バッタバッタとねじ伏せられそう。ダメよ、最後あと一人だぞ。ここを抑えたら最終回の攻撃になるからね。
ポルト。ちょっと緊張してる。さあ、野球の神様、ゲーム実況の神様が俺に微笑んで、この9回表に清宮の打席のところで逆転劇っていうものを見せてくれるかもしれない。まず小笠原がツーベースで出塁ですね。おお、おお、ちょっとそれスリーベースはないか。新人王の話もしてましたが、坪井がここで、ね、高橋由伸引退じゃないわ、まあ、優待にかこつけて、優待っていうほど勇ましくないけどな、優待にかこつけて、坪井の新人王の話もしてましたけども、ここで坪井がバシッとこうつないでね、ランナー2塁にいる小笠原を迎え入れんがいための、迎え入れるが勢いで、なんとかつないでほしい。ツースリー。ボールカウントツースリー。ツーストライクスリーボール。ここで、打った。うわっ。さーて、監督が下手な指示を出さなければいけるぞ。ここでもしも大島がさ、スクイズの指示とか出したらもう全てがおじゃんで。でもだからといって、ちょっと待ってくれ。いやー、長打狙い。相手の長打狙いでいくか。それがこの焼き付くシリーズでしょう。でしょう。ね。清宮の、ホームランが見たいんだから。そういうシリーズでしょ。それがあー、まあよし、まあよし、まあよし、1点追いついた。9回に追いついた。これでオバンドがホームラン打ったらすげえ試合なんだけど、そういうことはないな。いや、9回に追いつきました。これ右と続くから、ピッチャーはもちろん右ピッチャー立山を投げ出すことになるでしょう。ここは多分ね、いや見とこうか。最後のシーンに何かね、ホームラン1本で終わりかねない。まあしゃあなしだ。ここでダイソー出してきたら、ほほダイソー出してきたら近鉄も本気だなって思ったんだけど、本気だった。おいヴィンセント。セーフです。待て。これは敬遠だ。これは敬遠させていただこう。だって9回だもん。片岡のツーベースと終わっちまうじゃねえか。ウエスト。敬遠と実質同じ。いや、コントロールが定まらない。わけじゃないんだ。敬遠なんだ。ここで、三つ凡退の吉岡を打たせて取れで、一番いい形は三塁封殺か、ゲッツーか。まあ、三振でもいいけどね。ふぅ、セーフでしょう。レフトかな？レフト、稲葉。これが新庄クラスの方になってくる、今ので。左か、磯部か、磯部はちょっと強いぞ。清水かな。清水はロングリリーフで、まあ、このままロングリリーフしてもらうか。清水は強いぞ。清水じゃない、磯部は強いぞ。磯部はいいバッターです。チャンスに強い、この焼きつくではね。コーダが高くてチャンスに強い。まさにこのシーンでうってつけなんだが、だ立山のまま行くとまずかったかもしれんなと思う。でもだからといってにわかじな自己身の左ピッチャー清水で抑えられるかというと、いやどうする？豊田はちょっと違うか。豊田は違うか。指示系統が今混乱している。
ここ1点取られたら終わりなんだよ。あそこなんで小笠原サード踏めなかったんだ。踏めなかったか。終わったか。勝てんかった。いや最善を尽くしたな。な、最善を尽くしたな。まあ清宮の1打点9回に追いついたけど反撃する体力が残ってなかったということで、ほなまた30分来たんでね、パート次、その次のパート、次回パートでこそ優勝しようと思います。優勝していきたいなと思いますんで、ということで、まあほなまた。